はい、パソコンの前にお集まりの皆様こんにちは、海援隊道場最強ユニット俺たちがマガツキだ。テンションが低い、テンションが、あ、みんな趣旨が分かってない。今日の本日は、マガツキ緊急記者会見ということでですね、前回大好評いただいたタンクかっこいいポスターに続く第2弾のかっこいいポスターが完成したということで、この完成お披露目会をですね、この公共の電波を使ってしたいと思います。その素晴らしい佐藤悠基かっこいいポスターはこちらです。どうですか佐藤選手、今の心境は。あのね、はい、本当に穴が入ったら入りたいと思って。穴が入ったら入りたい。穴が入ったら入りたいね。入りたい。どうですかこれ、画面越しでも伝わると思うんですけども、この佐藤選手の一番かっこいい部分だけを切り抜いたこのポスター、今回のコンセプトとしてはですね、この何ですかね、可愛さの中から醸し出すエロスみたいなところなんですよ。知らんけど。はいはい、うん、あの最近その芸能でもちょっと賑わしてますけど、やっぱりこの何ですかね、その可愛さとエロスがこう融合するその女子高生みたいなところ、まあ、そういうところをもうこの切り抜いたのが。もうこちらの女子高生って何か遅いんだよ。女子高生って何だよ。このポスターの中にこの分かりますね、この、まあ、あ、そういうことね。甘酸っぱさ、甘酸っぱさを押し込めました。はい、そうです。このあ、今コメントやりましたけど、はい、この発表のためにですね、わざわざ今回この体験を寄らなくていいから。あ、やめだ、一番ほら一番ダメ、サービスの一番エロスの部分出しちゃダメです、そんなに。ということでですね、今回こちらのこの、かっこいいポスター第2弾佐藤悠基かっこいいポスターは、なんと25日、千葉ブルーフィールドで行われる、ビッグショーさん K アップの方で、ですね、販売を開始したいと思いますので、皆様ぜひこちらのポスター多分すぐなくなってしまうと思いますので、あの会場の方に足を運んで、ご購入よろしくお願いします。はい、それでは本日の会見は以上となります。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、おい、おい、もう違う、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 これもういいよ。いや、佐藤とマスオがなんか言いたいことあったんじゃないのか。どういう自分の言いたいことだと思って。ふざけすぎだろ、お前も。顔でかくないよ、タンコ。こんなことのためにお前余白が、どうでもいいんだよ、これ。あ、これどうでもいい。あ、すごい、今楽しかったから、もう完全に完全に締めようと思ってましたが、ここからが、本当の、マガツキ緊急記者会見の本題です。この度ですね、こちらのマシモケンゴ佐藤悠基、両選手が、膝の手術で、長期欠場に入ることになりました。本日は、そちらの方をですね、発表と報告させていただきたいと思い、この緊急記者会見を開きました。それでは、両選手より、一言よろしくお願いします。はい、僕からでいいですか。ですね、まあ以前から、左膝なんですけども靭帯が切れてまして、まあ5年ぐらい前から、それを昨年の末、秋から末あたり悪化させてしまいまして、あ、靭帯が切れてるのが悪化というよりも靭帯が切れてることによる半月板の損傷が著しくなりまして、手術を考えてましたところ、まあなんだかんだちょっとね、年末からもうやろうかなと思ってたんですけど、伸び伸びになってたんですけど、
全てのベルトを落としてしまったということと、この間の全日本プロレスの大会ちょっとさらにまた悪くなった部分もあって、手術を決意しました。でもやるならさっさとやっちまおうということで、次今決まってる日程6月25日のカードまでは出てるのでそこまでは出ます。ですがそれ以降長期欠場させていただいて、手術をしようということになりましたので、自分が出るのは6月25日の大会までと、それ以降まあ長ければ1年ぐらい欠場になります。はい、ありがとうございます。それでは、佐藤選手お願いします。まあ僕も一緒ですね。大体5年くらい前からまあ膝が悪かったんだけど、まあスタイル的にもまあ試合するたんびにまた試合中痛めて、でもまたちょっと休んでまた戻ってきてみたいな繰り返しだけど、まあちょっと限界かなっていうのがあって、まあ手術しようかな。暗い。まあそんな感じです。はい。まあコメントでも、まあ、こう焦らず直してくださいとかね、なんかしっかり休んでくださいとか、まあいろいろポスター買うから手術代の足しにしてやってください。なる。なるだろ。なるだろ。なりますか。いくらかでもなるだろ。いやなりますよ。なりますよ。じゃあ。これの即売会やればいいんじゃないか。これの即売会、これの即売会を、はい、6月25日興行中に、はい、どっち K アップビッグショー、 K アップビッグショーどっち、じゃあ、どっちも、あ、じゃあその K アップとビッグショーの間の時間でやる。ああ、 K アップとビッグショーの間の時間にこれお、いいね。いやいや、いいから。そう、アップしなくていいから。アップしなくていいから。うらうら、やばかっこいい、かっこいい。K アップとビッグショーの、間の時間にこれを、佐藤とタンクかな一緒に売ります。で、別に見に来なくても買えるのかな。あ、そうですね。まあ、見に来なくても、外でやってますんで。外でやる、外でやるんですか。外でやってますんで。外でやるの。ただの恥。同じ格好はしないですけど。そこ通った人は 何やってんだろうと思うんじゃないですか。大丈夫。サインしてるぜ、ハンラの男のポスター売ってる。ハンラの男が、ハンラの男のポスターを売ってるっていう、ね。あ、ハンラで売る。ハンラで売ろう。ハンラで売りましょう。ということで、ビッグショーと、はい、キュアップとビッグショーの間にこれ、はい、佐藤が売ります。よっしゃ、売ります。オッケー。そして、はい、マシモも、はい、みんなに休んで迷惑をかけるということで、はい、マシモもこれやります。やったありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとやらないで、そしてマシモの即売会も近々やらない。まず作らない。いやいや大丈夫。お前が生きてる、お前が存在しているのならば作るのはな。そうです。どんなに嫌がろうと寝てる間に写真撮ってしまったり。お前寝顔のポスターとかでいいのか。寝顔のポスターをこんな格好されて、お前俺と取りに行きます。このマシモが寝てるところこうやってお前乳首こうやってめくってお前写真撮ってお前いいのか。そんなんで嫌だろう。だったらちゃんとした場所でちゃんとしたカメラマンに撮ってもらった方がいいのか。いや確かに。どうですかお客さん。どうですか。おどうですかお客さん。マシモさんのポスター出たら3枚買います。おお、手術代にしてください。お、すごい。ら買いたい絶対に買う。そうだよ。所詮グランデさんでやろう。所詮グランデ。所詮グランデさんで。所詮グランデさんでやろうじゃん。でもしやるとしたらなんだ、弱いから本田も一緒にやれ。おお。でなんか
なんか、あれってなんか買ったら やらしてもらうとか、そういう感じなの？どういうことですか、初戦グランデ。初戦グランデって言って、なんかさ、ほら、CD の。初戦グランデさんって、本屋だからポスターとか置いてくる。違う、ポスターを置くとかじゃなくてさ、はい、だからなんかやったらそこでイベントやるみたいな。あ、そうですね、あの上で、あれなんでしたっけ？だからなんか CD の時なんかそれについてて。あ、CD だったからですよ。あ、だからそれ、そこら辺詳しいことわからないので、初戦グランデさんに詳しい人、はい、あの、はい、後で確認してないですよ。コメントが、コメントがやばい。でも、マシモさん、第3弾マシモさん、第4弾は本田歩夢。そしてあ、俺はいい。俺がなんか作ったって売れるわけねえだろ。いや無駄になるよ。俺これ例えばこんなの作ってさ、もしあれあの売れなかったら俺江東区議会議員に立候補するの。貼っていくって大丈夫、僕のめちゃくちゃ余ってるんで、まあ、だからお前も千葉市議会議員にさ行こう。いや、もうこのポスターじゃ浮かない。いやこれただの変態です、こんな貼ってた。こっちは変態。お前だったらなんとかなる。僕だったら、じゃあプロデューサーがちゃんとコンセプトを決めてやってよ、ちゃんと。いや、そうですね、今回も、まあ、一応コンセプト決めてやったんで。そうですね、コンセプト決めて。いや、やらないですから。いやいや、マスモはもしやらなくても、もうどんなことがあっても私が、どんなことがあっても私が写真撮りますから。公約みたいな、はい、マスモの写真、あの、最悪変な写真になる可能性はありますけど。あ、そう、第6弾、全集合もちゃんと。おお、あ、全集合ぐらいだったら、ね、全集合ったらみんなスーツ。まあ、第6弾はタンク長いセミヌードル行こう。いいんじゃない、あの、この前、前こうやって挟んでよ、タンク。前こうやって挟んでよ。ヘアヌードル行こう。今よくこの流れでアホでしょ。俺がやったらみんなやることになるのに。ただのアホでしょ。やらねえ。いや、絶対やらせる。絶対やらせる。絶対やらせる。お前の子供を人質に取ってでもやらねえ。最低だ。やり口が最低だよ。いや、だからもしあれですね、あの、こういうのが撮ってほしいとかっていうのを今バババって書いてもらえれば、この私のね、プロデューサータンクの目にかなえば、それに近いものをね、作れたらいいかなと思います。じゃあ、マガツキ全員でポスターを作れるということで、僕はとっても満足。もう2人の欠場とか、そう、いや、まあ欠場はね、暗いことだけど、別にマガツキが解散するわけじゃないですし、はい、あの、戻ってきた時にね、さらにあの大きくなれるように、マシモのポスターも作って、で、佐藤も即売会やって、はい、みんなのポスターが揃って、最後はみんなでオールヌードになって、最高の形でね、今年を最高だね。まあ、1年ももう休んでも、いや、確かに頑張らなきゃいけないね。そしたらタンク、お前への負担が、いや大丈夫でしょ、リーダーがいるから。うん、いや、そうだと思う。タンクが今までの5倍も10倍も頑張れば、マシモも佐藤もいくらでも休んでられるぐらい、うん、張り切れるんじゃないかしら。あ、で、俺のラストは思い出した、7月忘れてた。すげえ暗くなったから。7月16日 TKP がラストだから、じゃあそれまでに、あの、これが売り切れたら、そうっす、第2弾の佐藤第2弾も、じゃあ16日に そこそれまでに撮ろう、マシモポスターを。あ、そう、じゃあみんな TKP でさ、あの、もう即売会やろう、マシモの。俺の。ああ、なるほど、うん、いや、俺、いや、嫌、だとかそういうのさ。いや、そこはさ、じゃあ、でもなんかその、リアルにその、その、なんかその手術みたいのしたら、これたりする可能性が、入院してる可能性がある。入院してなかったらやります。あ、そうですね。あの、入院してたら、あの、退院してから、あの、即売会やりますけど、入院してた、入院してたら勝手にやります。うん、入院したら売るだけ。売るだけ売る。じゃあ、でもさ、マシモのところにさ、誰がサインするの？マシモのポスター、練習する。マシモのサイン、あ、マシモのサイン一番簡単だからね。ここ写真の芯で書けばいいだけだから。みんなでマシモのサイン練習して、あの、4人でマシモのサインを、マシモのサインを書くっていう。誰が一番上手かみたいなことにしましょう。ということでですね、マガツキ緊急記者会見、今回、まあ、あの、そう、2人が欠場するという
話題だったんですけど、まあ、最終的にはみんなポスター撮るということで、こう明るく締めたいと思います。皆さん、じゃあこれからも、マガツキの活躍応援よろしくお願いします。バイバイ。